僕健介は、大韓民国のソウル特別市出身のプロ野球選手。2009年にトサンベアーズから指名され契約し、背番号は15になった。同年9月2日、ハンファイーグルス戦でデビューし、初打席で内野安打を放った。その後に、高久市民のさよならンダで得点も記録した。2010年は一軍出場がなく、シーズン終了後に、 平役のため警察野球団と契約した。2012年に除隊されると、背番号を56に変更した。2013年は、開幕1軍を勝ち取るも打撃が低迷し、4月上旬に2軍に降格する。そして再び1軍に上がると、4月27日の NC 大のス戦で、李成民からプロ初ホームランを記録した。2014年は、金県主。 定比で明敏平健などの活躍で1軍に定着できず、1軍と2軍を何度も行ったり来たりした。さらに2軍でも度重なる負傷に悩まされ、結局47試合出場で、打率は1割台、11安打、3打点の成績だった。オフには再び背番号を変更し、37になった。二千十五年は、出場機会が増え、七十試合出場で、打率三割台、 54安打、5本塁打、26打点だった。2016年は、金県主が FA 権を行使して、ボルチモアオリオールズへ移籍したため、出場機会が大幅に増加。6月16日にキアタイガース戦で、歴代20回目のサイクルヒットを達成した。2017年は、序盤戦に打撃が低迷するも後半になるにつれて、復活し、 打率三割六分六輪の記録を立てたが、惜しくも四輪差で、金吉明に敗れて、首位打者を逃した。しかし、トサンベアーズの選手初の二0本類打二0盗塁を、記録する、二十一世紀、久保中堅守の内オプスが一位になるなど、キャリアハイの成績を残した。二千十八年は九月二十六日に、金総手から、サヨナラアンダを、十月七日には、インスズミンから、 サヨナラ本塁打を打った。2019年は上位打線として活躍し、2019、WBSC プレミア12韓国代表に、金彩館と共に抜擢された。同年の韓国シリーズ2次戦では9回裏1アウト2塁で、打席入りし、キウムヒーローズのハンケンヒロシからセンターに、サヨナラタイムリーヒットを放った。韓国シリーズでのサヨナラ勝利は、通算10回目である。 なお、前日には、クレザイチが、通算9回目のサヨナラアンダを打っており、2試合続けて、同じチームが、韓国シリーズでサヨナラ勝利をするのは、史上初である。プレミア12では、ガイアの控えや代打として6試合に出場。大会唯一のアンダは16日の対日本戦で、岸高行から打ったものだった。さらにその後には、金砕館が続いた後に、 極秘日の江しのぎのタイムリーで生還し、得点も記録した。2021年は開幕から打線の中軸として活躍。また東京オリンピック国家代表メンバー発表の6月16日時点で、失策がゼロだったこともあり、登山の打者では、巨高市民と共に代表入りを果たした。総う、攻守すべて揃った打者だが、技術に対してメンタルが弱いことが弱点になっている。 スピードが速く、盗塁も非常に上手い。また瞬足を活かした守備で外野前に落ちるあんだになるような打球も補給する。アマチュア時代に三塁手だったこともあり方も強く、犠牲フライを阻止する早球をたびたび見せる。ファンからも人気が高く、2019年度のレプリカユニフォーム売り上げ数はチーム1位を記録した。ありがとうございます。